こちらはララコチェアと言いまして、子供立ちだっこではなく座りだっこであやせる椅子です。まあ、私自身の子育ての経験で、ある時バスに乗っていましたら、簡単に子供が寝ているのに気づきました。このバスの揺れを、再現できればと思ったところが、このララコチェアの開発のきっかけです。まずはこのデザイン、やはり今までの日本製に足りないのはデザインではないかと思って、本当この人ならすごいいいデザインをしてもいただけるという方にデザインを依頼して作成をしました。またこの、ララコチェアはもう長い間付き合っていただけるインテリア家具として開発をしております。これ子どもの商品なので、安全性にはこだわって開発をしてます。下までバウンスしたところでも子どもの頭が挟まっても大丈夫な高さを維持しております。今後の展望としましては、まずは私はこのララコチェアを、日本から世界中にお届けして、世界の人たちの寝かしつけの常識を変えていきたいと思います。